こんにちは。今日ガードのために必要な筋肉についていろんなコンセプトとアドバイスしてあげたいなと思って、まず今日集中しているのは、二頭筋、前腕筋、背筋、肩とその、僧帽弁、これについていろんな質問が来てるけども、もちろんそのスキルも必要でしょ。でもそういった技だけじゃなく、もちろんそのフィットネスが必要、フィットネスとコンディショニングも大事ね。もし自分と相手がいて全く同じようなスキルのレベルだったら、どっちが勝つかっていうと、やっぱりそのスタミナある方ね、体力ある方ね、その強さある方だから、よくその格闘やってる人ってそれって分かってると思うけどね、そのリング入ってこう戦ったりしてるんでしょ、試合も出たりね、そのスタミナが大事だっていうのはもちろん分かってると思うけど、自分の経験とすればやっぱりそういう武道と護身術集中してる人ってやっぱりそういうところをちょっと忘れてるなと思って、だからこういうのを説明したいなと思った。手を挙げる際にこう、飛んできてるパンチに対してやっぱ手を挙げるとこの突きもあるんでしょ。もちろんこう格闘用なそのグローブね、そのモエタイグローブつけても上げるとやっぱこう、よくカバーしてくれるんでしょ。でも生だとね、もうすごく突き間出てきちゃうんでしょ。だから二頭筋あると、その突き間もちょっとなくすることもできるけど、やっぱり必要になってくるね、人を掴んだり、そのグラップリングでもその引いたりコントロールしようとしているところにそういう力も必要になってくるから、その前腕筋肉と二頭筋が必要。あとはその背筋ね、ここの背筋と、その僧帽弁、調べてみたら僧帽弁って書いてあったけど、普通の人ってそれ分からないかもしれないけど、やっぱり自分の首守ってくれてるその部分ね、自分の肩から首の間の部分、簡単で言うとね、もちろん肩も大事だし、前腕筋肉と二頭筋でこう手を上げるとやっぱ肩あるんでしょ。でその肩で顎を引くとやっぱりその守ってくれる、しっかり肩作れたら顎を引いてやっぱりこう防御すると守ってくれるわけね。細マッチョみたいな人がやったらこうなってると全然もうもらいやすい状態となってると思うんで、肩の鍛えを大事にしてくださいね。当然にその来てる攻撃をディフェンスね、その防御をしようとしてるところに、もちろんさっき言ったようにそのスキルも必要なんだけども、その前腕と二頭筋、あれば、ね、鍛えてるんであれば、ちょっとしたパンプアップしてあれば、もう隙間がちょっとちっちゃくなってるから、そういう飛んできてるパンチがね、入りにくいことになってるんでしょ。やっぱりブーロと護身術やってる人ってよく考えてないのは、意識してないのは、経験なければこれは絶対分かってないと思うけど、喧嘩ってやっぱり自分もそういう、アタック、その攻撃もらうのは当然だから、さっき言ったようにその首の周り、もちろん首鍛えるのも大事なんだけども、その僧帽弁、肩、背筋と、もちろん体全体もそうなんだけど、今集中してるのはやっぱりその3つ、だからその二頭筋、前腕筋肉と背筋とその僧帽弁で、自分から見るとこれはただの引いてる動作で使ってる筋肉なんで、また別のビデオで、自分のウィークリースケジュールね、1週間で何やってるかってちょっと説明しようかなと思ったけど、今日集中したのは二頭筋、前腕筋、僧帽弁、背筋と、肩、簡単に言うと、もちろん防御にもいいし、グラップリングの技でも結構使う。要はこうやつを掴んでこう、自分の方に引いたりロックかけたり、だからこういった筋トレするとグラップリングの方にも上手くなるし、ガードするとすごく、もっとうまくいけるなと思って、で今日よくメインとなっているのは背筋と二頭筋なんだけども、先日アップしたビデオで言ったように、できるだけ一つのそのマッスルグループね、その筋肉のために、5つのエクササイズを選んでて、自分的には5セットやってて、で重さあんまり気にしてなくて、
やっぱりフォームを大事にしてるんで、だから前アップしたビデオで言ったように、自分的にはそのビルダーね、その BBJ とか出るためじゃなくて、自分のメンテナンスね、セルフメンテナンスのために筋トレやってるんで、もちろん自分より全然切れてるやつらもいっぱいいると思うし、うん、日本人で自分より全然いい体してる人も当然にいると思うけど、これはさっき言ったように自分の護身のための筋トレ、これからこのチャンネルでいろいろ紹介するつもりなんで、ぜひ登録お願いします。